なりきりスターマンになってご登場いただきました。ありがとうございます。見事なサヨナラ勝利でした。今の気持ちから宮崎選手聞かせてください。最高です。サヨナラホームラン、ライトへ放ちましたけれども、打った瞬間というのはどういう思いだったんでしょうか。いや、もう風吹いてくれと、そういう思いで、はい、走ってました。ワンボールからの2球目だったと思います。狙っていたんですか。そうですね、まあ、先頭だったので、後ろも頼もしいバッターがたくさんいるので、なんとか出ようと、フリーに出ようと思った結果がいけたんだということです。迎えた4打席目でしたが、このあたり、まあ、意識の変え方だったりとか、4打席目打席入る前意識はあったんでしょうか。いや、もう積極的に行こうとそれだけ思って打席に入りました。そして見事サヨナラホームラン、ダイヤモンド一周回っていた時の気持ち聞かせていただけますか。いや、もう最高です。そしてホームベースに帰った後、大きなシャワーを浴びました。ラインからの祝福を受けて、いかがでしたか、宮崎選手。いや、本当に、最高です。そして今日は、2対2の同点の中、6回から三島投手、入江投手、ウェンデルケン投手、森原投手がゼロをつなぎました。このあたり、投手陣の踏ん張りも宮崎選手から見て、いかがでしょうか。そうです。いや、本当にみんなでつないで、いや、本当に全員で勝ち取った一勝だと思います。さあ、宮崎選手、これでベイスターズは18勝8敗、両リーグ最速の貯金中です。これだけ多くのお客さんがハマスタの前にお越しいただいております。ベイスターズファンの皆さんを前にして、宮崎選手、今気持ちいかがでしょうか。いや、本当に、はい、いや、本当にいつも熱い応援、本当に、みんなの力になってます。また次も勝てるように、頑張りたいと思います。これで引き分けを挟んで7回目の勝ち越しになりました。それでは改めて最後にベイスターズファンの皆さんに熱いメッセージをお願いします。まだまだ、熱い試合を届けたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします。それでは今日は宮崎選手からその一言お願いしたいと思います。皆さんもぜひ一緒にこの青空のもと勝利の喜びを分かち合いましょう。その準備よろしくお願いします。それでは宮崎選手、お願いします。横浜挑戦。